しょ。あそこなんとかお願いしますよ。あのお風呂、あタオルだけでもなんとか、ね、お金持ってないんでしょ。だったら話になんないわよね。もう出てって、出てってよ、出てって。もう、はい、あのちょっと、さっきから聞いてればあなたのその物言いひどすぎませんか。私たちはこの雨の中必死でやってきて一生懸命頼んでるんですよ。この姿見れば普通はタオルの一つや二つ貸してくれるのが人情ってもんでしょ。あったかい部屋にさ、はいどうぞってまた通してくれるもんでしょ。それくらいのことができなくてあなた人と言えるんですか。え、どうなんですか。どうなのよ。どうぞ。行くわよ。はい。なりそうよ。お母さんね、皆さんに合わせる顔がないの。こんな恥ずかしい娘を産んだかと思うと、お姉ちゃんはそんな心配一回もさせたことないね。あなたは何。いや、お母さん、それは違うんです。いいんです、こんな子をかばってくれなくても。いや、でもそういうことはなくて。もう恥ずかしいわ。恥ずかしい恥ずかしいって、さっきから何時代遅れなこと言ってんのよ。嫁入り前、嫁入り前ってね、そのくらいのこと嫁入り前にね、みんなやっちゃってるわよ。やっちゃった。いや、節子さん、そんなまじ。おとなしく聞いてれば何？冗談じゃないわよ。何を言い出すのこの子は。だってバカバカしくてやってらないんだもん。今時そんな子がいたらね、連れてきてほしいもんだわ。じゃあやっぱりあなた、そういうことになっちゃったの。なっちゃってないわよ、さっきから言ってるでしょ。だって今そう言ったじゃないのね。一般論を言ってるの、一般論を。ねえ、今いつだと思ってんの。西暦2000年よ。お母さんたちみたいな年寄りとは時代が違うのよ。年寄り、なんてこと言うの。私だってね、それくらいの経験はしてお嫁に来ましたよ。君、そうよ。仕事がないってどういうことですか。どこも厳しいんですよね。全くないの。そうですね、全然愛はないんだよな。新卒でもないし、それにお年は？はっ、もうすぐ25だ。ねえ、ちょっとあなた、その言い方はないんじゃない？え？どうしてあなたはそんなやる気がないの？そりゃ、私はもうすぐ25ですよ。四捨五入したら30よ、そのくらいのこと分かってますよ。仕事だって辞めちゃったけど、多分それは結婚しようと思ったからで、ね。なのにヒロシったら他の女に妊娠させて、それに銀行の残高だって4万5千しかないし。そうよ、家賃が払えなかったら味方だって困るだろうし、私だってこれからどうしたらいいかわからないのよ。そんな女にどうして仕事の一つも探してきてくれないの。もし私があんただったらね、必死で仕事の一つや二つ探してくるわよ。それが人情ってもんじゃない。ねえ、どうなのよ。姉ちゃん、よく言った。のな。誰だろう。田沼さんかな。たくんもこんな時に。ねえ。孝太郎ちゃん、あたし。ねえ、いるんでしょ。私よ、まゆみ。誰、まゆみって。いや、開けてよ、分かってるのよ。だから、違うんですよ。まゆみちゃんはただのキャバクラの。キャバクラ。結婚してくれるんじゃないの？ミラノに行こうって。結婚？僕そんなこと言った？言ったかもしれないけど。言ったの？ねえ、誰といるの？その女出しなさいよ。じゃあどうすればいいっていうんですか？これから運命的な出会いでもすれば満足するんですか？しょうがないじゃないですか。僕たちはお見合い結婚なんだから。やっぱりしょうがなくて結婚するんだ。そのまゆみちゃんって人は違うんだ。何度言ったら分かるんですか。好きじゃないですよ、まゆみちゃんのことは。あなたもしつこいな。あなたがそんな蛇みたいにネチネチした人とは思いませんでした。私だって こんななめくじみたいにぐじぐじしてる人とは思わなかったわよ。帰
会社の女の子も言ってました、事なかれ主義の孝太郎ちゃんって。大体その真由美って人にだって失礼じゃない。好きじゃないならそうだってはっきり言ってあげなさいよ。何も言わないことがね、優しさじゃないのよ、この優柔不断男。はい。孝太郎ちゃん、あたし真由美。真由美ちゃん、あなたが孝太郎さんのことを好きだってことは分かった。別にそれを責めたりしないわ。人を好きになるのは自由よ。けどね、人には人の道ってもんがあんのよ。小さい頃習わなかった？人のもの取っちゃいけないって。まあ、こんな感じかな。わっ、あ、あんた、まゆみさん。せつこさん、よかった。孝太郎ちゃんより女同士の方が話しやすいし。まだ決まってないみたいだけど。いや、詳しいことは部長。何かご存知ありますか、部長さん。部長さん、早く行っちゃった方が楽になります。え、それ、あ、だからそれ、お父さんに。お父さん、どこ。何、どうしたの、あんた。なんで急に結婚できないなんて言い出すのよ。なんかお父さんが変なこと言ってる。そんなことないわ。何言ってんの。お父さん、お父さん、お父さん、どうしたの。だから責任感じて寝込んじゃって。え、責任、何責任って。違う、何責任って。やめなさい。反対したの、お父さんが。え、孝太郎さんが解散部さん辞めるんだったら節をお嫁にやれないって。嘘。だってお父さん、孝太郎さんのことものすごく気に入ってたじゃない。それを何、会社辞めるぐらいに急にコロッと。お父さんはご心配してるのよ。そうなの。ほら、もう仕事が変わってこの先どうなるか分からない。孝太郎さんと結婚させるのが不安なのよ。節子さん、僕行くの、やめます。情けない男と思われてもいい、呆れられてもいいよ。僕は節子さんと離れたくない。だから結婚しましょう。振ってあげる。